皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。このチャンネルは、今まで遊んできたゲームを簡単に紹介するチャンネルになっています。今後も様々なゲームを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回紹介したいゲームはこちら、グランディアです。知ってる方には説明不要な王道ファンタジー RPG。そのリマスター版が2019年に発売されています。グランディアは1997年セガサターンで発売されました。3D と 2D の融合が特徴的と話題になったゲームです。1997年当時12歳だった私はこのためにセガサターンを買ったと言っても過言ではありません。当時プレイステーション1を所持していてセガサターンは持っていませんでした。このグランディアのおかげでセガサターンと出会い、サターンにはまりましたとさ。シャイニングフォースシリーズ、ラングリッサーシリーズ、桜大戦シリーズ、ルナシリーズ、レイアース、ガーディアンヒーローズ。たくさんの名作と出会いました。その名作の一つだと言っても過言ではありません。グランディアの当時の CM で、記憶に残る映画があるように、記憶に残るゲームがあってもいいと言ってましたが、まさに記憶に残るゲームとなりました。私自身、過去に遊んでるとはいえ記憶が曖昧でほとんど忘れていました。そして現在また遊んでいます。とっても面白いんですね。本当におすすめします。開発元のゲームアーツはルナシリーズも手掛けています。ルナシルバースターストーリー。これも名作中の名作。もしルナは好きだけどグランディアはやったことがないって方は買いですな。現在35時間ぐらい遊んでいますが、中盤過ぎたところぐらい。ボリューム的にはクリアまで50時間ってところだと思います。昔の RPG はレベル上げて物理で倒すみたいなところがありました。とにかくレベル上げっていう概念がありましたね。このグランディアは今のところ角のレベル上げはなく、ボスにやや苦戦するもスムーズに物語を進めるところはおすすめなポイントと言えます。当時12歳だった私も気づけば36歳になろうとしています。このゲームのワクワク感はほんとたまんねえ。36歳になった今でも冒険心というか童心というか、愛と勇気と友情とそんなゲームなんですが、泣いちまいましたよ。当時遊んでいなくても、最近パソコンを買ってゲームを始めましたという人でも、本当におすすめ。そんな神ゲー、グランディアの価格は2200円となっております。Xbox One のコントローラーで遊んでいますが問題なくできています。レビューも非常に好評。皆さん満足して遊んでるみたいですね。ここからは、グランディアのオープニングを見ながらお話しさせていただきます。思い出補正なのかわかりませんが、この頃の音楽って本当にいいですよね。グランディアの BGM も良いものばかり。物語のあらすじだけお伝えしときます。高い壁に囲まれた世界。その壁を世界の果てと呼んだ。その先には何もないと言われた。その壁は古代文明で作られた壁。古代文明のことをエンジュールという。そんな世界のとある町の主人公ジャスティンは、父の形見がエンジュールで作られた精霊石だという。その精霊石を本物かどうか調べるためにサルト遺跡に向かう。そのサルト遺跡で運命的な出会いをしたジャスティンは、世界を救うために冒険に出るのだった。はじめは何の変哲もないただの厨房のようなガキなんですわ。冒険をしていって、いろんな人に出会っていろんな人と別れ、成長していくんですわ。ぜひ買って遊んでみてください。ゴールデンウィークはグランディアで決まり。このゲームのヒロイン、フィーナっていう女の子もはじめは強気なんだけど、冒険していくうちに乙女心全開で可愛いのなんの。フィーナの声優さんは日高のり子さんなんだから文句なしの可愛さ。朝倉みなみちゃんのような可愛さを持ちながら、天童茜のようなランマンさもありつつ両方いいとこ取りみたいな感じです。くーこれだよこれ、これが心のヒロインだよなぁ。が見たい人はどうぞ。もう友達に勧めるかのように話してしまいました。ちょっとスッキリしたところでゲームの特徴少しお話しして終わりたいと思います。はい、オープニング終わりました。ブルアーの人です。どうやら少し眠ってしまったようだ。またあの夢を見たか。あやつめ、せかしおる。ミオレンよ、今どのあたりだ。先ほどからまだ半時も経って。この青年の声優さんは小杉十郎太さんです。剣持のおっさんです。今回のサルト遺跡の。はい、サルト遺跡出ました。主人公もここに行くことになるんですが、どうなることやら。必ずや良い報告ができるものと信じております。リン、バール将軍に窓を開けて差し上げろ。はい、ミューレン大佐。
もうこの始まり方大好き。うおうおうって個人的になります。とまあこんな感じで始まっていきます。でここが初めの町、パールの町です。ここに主人公ジャスティンがいるんですが、今走ってるのがスーっていう幼女、8歳です。このスーちゃんがね最高なんすよ。いえ決してロリコンではないです。お分かりの通りスーちゃんの声優さんは西原久美子さんです。我らのアイリス、イリスシャトーブリアンお嬢様である。スーちゃんも、もう子供じゃないもんが口癖で、ジャスティンと一緒に冒険していくことになります。回復役が主な役割なのでその辺もアイリスと同じですな。ワイはこのスーちゃんにメロメロになり、泣くことになりました。その辺もぜひご自身でプレイしてみてくださいね。それではグランディアの特徴を紹介。まずはステータスから。レベル、武器や防具、アクセの装備は大体他の RPG と一緒。違ってくるのが、武器のレベルや魔法のレベルがあるということ。これが現在覚えている魔法とそのレベル。魔法はマナエッグと言われるものを手に入れ武器屋さんで買います。魔法の種類は火、水、風、土の4種類。火と風の魔法を覚えてある程度レベルが上がると、稲妻の魔法を覚えることができます。その辺は右の合成属性に書いてありますね。魔法のレベルも上げた方がいいです。なぜなら、土魔法レベル上がることに力のパラメーターがプラスされます。武器レベルもあり、主人公は剣、棍棒、斧を装備できます。武器の種類により上がるパラメーターが違います。一つの武器や魔法を上げるよりも、ある程度はまんべんなくレベル上げていくといいでしょう。それでは戦闘です。シンボルエンカウントになります。特徴的なのは敵を攻撃する場合その場所移動して攻撃をする、移動という概念があります。右下のメーターが行動順番を表します。COM の場所まで来るとコマンド選択できるようになり、ACT まで行くと選択されたコマンドを行ってくれます。そこまで難しいことはなく、直感的に理解することができると思います。やや考えないといけないのが、攻撃の振りの速さとか詠唱の速さです。技や魔法を選んだ時、詠唱があり魔法発動なんですが、その前に攻撃を食らったりすると詠唱中断し、行動キャンセルになることがあります。近くに敵がいないかどうかその辺を考え魔法発動を行いましょう。剣や斧は敵まで移動し攻撃、ブーメランや手裏剣といったものはその場で投げて攻撃します。敵が光っていたりすると、魔法や技を出してくるのでその敵を中心的に攻撃すると、魔法を中断させることもできるのでおすすめです。今回は物理攻撃しかしてないので、武器スキルに経験値が入りましたね。次は魔法を行ってみましょう。魔法にはレベルがあり、レベル3まであります。魔法には MP、技には SP を使用します。SP は物理攻撃を与えると回復していくので、技はどんどん使っていってもいいと思います。魔法は単体、範囲、全体とあります。今回は炎スキル26の経験値が入りました。こんな感じで武器と魔法のレベルを上げていって強くしていくわけですね。はい、ざっとこんな感じの特徴です。あとはストーリーが面白いよということ。名作はいつになっても名作ということがわかりました。遊んだことがない人も過去にやったことがある人も、記憶に残るゲームをやってみませんか？間違いなくハマりますぞ。ということで今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。まだまだおすすめしたい作品いっぱいありますのでお楽しみに。